はい、こんにちは。まーちゃんねまはっです。今日はこちらですね。うん。仮面ライダージオのデラックス。忍び未来のウォッチです。はい、ということで、未来のライダーの仮面ライダー忍びの未来のウォッチですね。これ、ウォーズが使って仮面ライダー忍びなのかな、うん、フューチャリング忍びだね。あ、フューチャリング忍び。じゃあ、早速開けていきましょう。はい、こちらが忍び未来のウォッチですね。はい、こんな感じで結構薄めの紫色なんだね。そうだね、うん、で、徹底シートがまた相変わらずここに隠れてるので一回これを外して取っちゃいましょう。よいしょ。じゃあ鳴らしてみましょう。うん。おお、なるほどね、うん、もう一回鳴らすと、忍びと書いて刃の心って言ったかな。おあ、はい、ではビヨンドライバーで音声確認してみましょう。ビヨンドライバー忍び、誰だ俺じゃ忍者って言った。フューチャリング忍び。これはいい、うん、はい、必殺技いってみましょう。いい、ビヨンドザタイム、忍法時間縛りの術。あ最後なんかこうテンって言ったの、竹が、竹がタンじゃない。アクション。フューチャータイム。誰だ俺だ忍者、フューチャーリング忍び、忍び忍び、ビヨンドザタイム。はい、では念のため時空ドライバーでも聞いてみましょう。時空ドライバー忍び、フューチャータイム。誰だ俺だ忍者、フューチャーリング忍び、忍び忍び。ああ、うん、そうだね、うん、こっちの音声はまるで鳴らないわけですね、うん。はい、では変身対決やっていきましょう。かっこよくいきましょうね。かっこよくね、忍びだからね。じゃあ、しんくんからどうぞ。忍び、アクション、変身、おー、いいですね。こんなことやってね、忍者っぽい感じにやってたね。わかった。じゃあ今度パパ行きましょうか。はい。じゃあパパどうぞ。手裏剣チェンジ。はい、そんなわけで今回もですね、どちらの返信が良かったでしょうか。こちらの方にアンケート用意していますので、ぜひ皆さん答えてください。はい、はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックス忍び未来のウォッチでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。